こんにちは、ハンシュです。今日は LC200 の内装を簡単に説明しようと思います。このランドクルーザー200のいいところも乗ってみて、たくさんあります。内装を撮影しながら、あ、こういった機能がついているのかっていうのを皆さんに山でお伝えすることができたらなと思っています。まずは何から言いましょう。パワーウィンドウ、パワーウィンドウスイッチですね。ちょっと片時からここ緩くて締まり良かったり悪かったりするんで、今販売店保証で整備待ちです。ミラー調整、これ何 RSCA オフ、わかんないです。これが、四方で音が鳴るやつ、 PPP って物語りそうになったら PPPP ってなるやつですね。 ETC で、トランクルームに家庭用電源ついてます。一つこのスイッチです。それからハンドルはウッドコンビ、ステアリングウッドコンビだっていうのかな。このあたりはもう標準装備なのかな、 AX で。このあたりでオーディオ調整したりします。で、このあたりも木目調で仕上がってます。それからサイド、これシフトレバーちょっとやれあるんで、 Amazon でこれもまた純正に似せた、まあほぼ似てたんですけど、やつが安く売ってたんで今注文してるところです。シフトレバーで四駆機能の、山とか川走る時のスイッチらしいです。普通に僕はオフロード走らないので必要ないですね。だけどランドクルーザーだからもちろんついてます。これ何ですか、わかりませんが、いろんな機能ついてます。それからこれも四駆の何スイッチですか、これは書いてますもんね、ほら。で、今時珍しい MD ミニディスクついてます。自宅に眠ってる MD あったので何気に聞いてます。さすが平成20年式といったところです。 CD を入れたらそのまま読み込むタイプのハードディスクですね。内装もだいぶ綺麗な状態で当たりを引いたと思っています。現物見ないで買ったんで、県外から取り寄せで買ったんで、もう販売店の人と直で電話とメールとやり取りしながらの購入でした。ではエンジンをかけてみます。その前にこれいいっすよね、このあたりかっこいいな。で、純正のナビいきます。で、前期といえば皆さんこれ言われるんですけど、これありますね。これでメーターの内部色変わります。見ててください。今一番薄いです。濃くしていきます。薄く濃く違い分かります？ほら、変わりますよ。この水色メーターがすごい人気らしいです。とりあえず薄くしてきます。ディスプレイ。で、皆さん、今の時代気にする燃費、ちょっと最近ちょこちょこ走る多いんで、5.4 ってところです。航続可能距離が124キロ、ディスプレイで。変えることできます。それからオド、はい、これも、85,600キロってところです。純正ナビ、そういったところですかね。フロアマットもランドクルーザーの文字入ってます。次は後部座席からです。後ろから見るとこんな感じです。動画で見るよりだいぶ広いですよ。ただアルファードとかよりはもちろん足の位置も高いし、シート高が高い分屋根とも近い位置にあるんで圧迫感とかは感じると思います。だけど普通に乗る分には何の問題もありません。素晴らしい車です。僕のは AX グレードなんで、モケットです。モケットシート、モケットも当時何パターンか選べたということです。僕のはこの色でした。
モケット。革シートの、AXGセレクションとか選べればよかったんですけど、ま、特にこだわりなく、ま、ランドクルーザー何でもいいです僕。もちろん革シートなら革シートでもよかったですし、満足してます。全然気にしてません。後ろも冷暖房ついてます。それぞれ独立で右左設定できます。ここで足元からの風と上、それぞれ独立で温度調整できます。この辺りもこういったパーツ取り付けられてます。はい、それから僕のは貨物登録5人乗りなんで、サードシート取り外してます。ありません、保管してます。構造上サードシートは取り外してあります。こんな感じです。荷室がめちゃくちゃ広いです。これがやっぱランドクルーザーのいいところですね。サードシートつけて3ナンバーで乗る人はこの広さはないですけど、跳ね上げ式で 100K とか80みたいに、上にかけるタイプじゃないので、普通に跳ね上げができるんですよ。あのレバーでカチャって、あのレバーをカチャってやって軽くポンってやれば引っかかるようになってて、簡単にサードシートも取り上げることできます。持ち上げることできます。穴埋めしてます。シートの三脚、シートの脚がここに、足がカチャッとはまるとこなんですけど、穴自分で埋めてます。3列目もエアコンしっかり効きます。上にシートベルトがあるんだ、知らなかった。へえ、何のシートベルトだろう。真ん中の人のシートベルトかな。ま、使うことないんでちょっと分かりません。これも動画画面上で見るよりめちゃくちゃ広いです。SRS サイドエアバッグ、エアバッグサイドも付いてるんですね。どこに付いてるんでしょうか。作動しないことを願います。事故しないように運転します。ちなみに僕身長180ぐらいあるんですけども、こんな感じです。広いですね。こんな感じです。足ちょっと曲げてます。足曲げてこうやって横になれるぐらいです。大きいですよね。こんなになります。これがトランクルームです。貨物登録1ナンバー、ちなみにシートアレンジまでやってきます。トランクルームからやってます。レバーを上げて、なんと勝手に上がっていきます。乗りやすいですよね。こっちから乗るときもカチャッと上げるだけで自動で上がります。こっちはどうなんだろう。運転席側はこれも同じく、お、はい、ということでセカンドシート上げたらこんなに広いです。伝わるかな。ちょっと待ってくださいね。どうやったら伝わるかな。僕180センチぐらいあるんで180センチ寝れます。車中泊できます、一人だったら。あとちっちゃいお子さんとかだったらできますね。普通に入ります。入ってるの分かるかな。こんなに広いです。縦じゃ厳しい、この斜めに寝る感じ。まだ足も届いてません、頭も届いてません。いいっすね、広々です。これはいいよ、めちゃくちゃ。貨物登録もやっぱ悪くないですよね。こういう広い使い方したい人たちは全然貨物登録あるじゃないですか。シートアレンジも簡単です。ぜひランクル200乗ってみてください。めっちゃ広い。そうそう、それから 200K になってまずびっくりしたことが、セカンドスライドできるんですよ。スライドシート、動くんですよ。いいっすよね、スライド。これ以上いかないんですけど、もちろんワンボックスカーとかに比べたら狭いですけど全然いいです。
あと僕のシートはパワーシートなしです。手動で腰回りの調整と、前足が浮くか浮かないかの調整、それから背もたれですと、一部電動シートで、この中にあるんですけど、ちょっと映らないんですけど、ボタンを押すと音聞こえます？言ってますね。このウィンウィンで、背中の腰の部分が硬くなったり柔らかくなったりの電動シートだけは、電動調整だけはついてます。そうだそうだ、伝え忘れがありました。平成20年2008年式にしては珍しく、ビューカメラ左前とフロント、左前フロントと左前フロントって、この年式にしては珍しくついてます。ありがたい装備です。それからバックモニター、これもついてます。ランクルライフ最高というところで、外装動画はまた今度改めて撮ろうと思います。今日は内装だけでした。いつも皆さん応援ありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。